爪には十分ご注意を。私の姿が見えるのですね。ならばあなたは竜に知られ、定めの輪に囚われた者、各社であるあなたに恋ます。どうかその力をお貸しください。ありがとう。今ここにあるのは私の遮影、実体ではありません。あなたに来ていただきたい場所があるのです。そこまでご案内しましょう。あなたはあなたの意思でその使命を受け入れたのですか？各社。そう、あなたは各社でしたね。ここは先ほどの浜から遠い沖にある島、国樹島。私はあなたに探索をお願いしたいのです。本来なら私はあなたに何もかもを説明すべきなのですが、私はどうやら自身の置かれた状況、なすべき目的、自身の過去すら判然としないようなのです。今わかるのは、私もまた何者かによってここに呼び寄せられ、ここを動けずにいること。遠くにあなたの思念を感じ、助けを求めたこと。あなたを呼べばその何者かの願いを叶える力になると直感したこと。私にはここであなたに助力する役目が与えられている、そんな自覚があるのです。私には解呪、呪いのかかった品を浄化する技の心得があります。あなたが探索中、そうした品を手に入れたら私に預けてください。ただし力を込めるのに若干のリム、結晶の力を必要としますので、ご了承を。私の力をお貸しします。あなたへの助力こそ進展の鍵のようですから。さあ、何でもおっしゃってください。ここで休めそうですね。なぜかここは息苦しく感じます。これはボヒネ。
ここを訪れる者に忠告する。何も考えるな。ただ流れに任せて剣を振る。倒しましょう。勝利です。物を持ちすぎても身が重くなります。行動に制限が加わり不便ですよ。あの王冠、手が分かったな。うん、噛みつかれないよう注意を。魔物を倒す方法を新たに学習しました。敵に関する知識を得ました。宝が、中は何でしょう。体というのは不幸なものだ。ここには絶
ようこそ各社殿。3日、いや1週間ってところか。ああ、ここに来たやつの寿命の話さ。気にするな、何十人と見てきたが予想が当たった試しがない。